曹操は領州の軍閥の結束に楔を打ち込み彼らを回想させた。またその後漢中へと軍を進めると長老を下しその一帯を得る。これにより曹操は北を完全に手中に収めた。同じ頃劉備は同族の劉璋が治める益州破食に入る。その3年後劉備は劉璋から破食を奪い自らの本拠とした。ここについに曹操の義、孫権の呉、劉備の蜀の三国が定立。乱世は新たな局面を迎えることとなった。翌年漢中の奪取を目論む劉備が孫権に連動を要請する。孫権はこれを承諾、曹操の背後をつくように合肥へ大軍を進めた。守る義軍は貨幣、しかしそこには優勝たちの姿があった。長領、学信、利天、今合肥に武勇の雷鳴が轟く。趙文渊、戦場に神明を登山。俺は父上を信じて戦います。この合肥必ずや守り抜きましょう。私と利天殿は城外で敵を迎撃、学信殿は城の防備、よろしいか？よろしくはないな。なんか嫌な予感がするんだな、これが。曹操殿直々の命を、そのような理由で。あと、まあ、こっちはただの支援だがな。俺のおじき、呂布との戦いで死んでんだ。だからあんた自体が気に食わない。が勘じゃない、本心だ。あの横から恐縮です。私もこの度の夫人は承服しかねます。私は最前線で戦うしか能がありません。できれば城外へ打って出ての戦を。はっはっは、こりゃいい。誰もあんたの言うことは聞けねえってさ。はい、わかった。だが私は出る。お二人とも己が任、よくよく考えられよ。私はただなすべきをなすのみ。いざ趙文渊、戦場に神明を登山。おい待てて、嫌な予感がするんだよ。徳川、俺は行かねえからな。いざ敵は城への攻撃を開始した。城が落ちる前に敵陣へ切り込まねば天の御用。殿は我らの合肥を任せた。その命、その真に応えるのが我が責務の御用。押して参る。首、もらい受ける。いざ
黙る長領君がええ。でもここまでだ。リテン殿、マクシン殿、いても立ってもいられず出てきてしまいました。私にはこちらの方が勝利合うようです。一人で英雄気取るったよ。程度が出るぜ。言い過ぎた。分かってたんだよ俺、あんたがいないとダメだってのは。違うな、俺がこのままじゃダメだってのは。ただ目の前のことをやる。勝ち負け、生き死にもこの先にしかない。あんたはそうやって戦ってきたんだ。ご自分のことは、まあ今は置いとくか。けどこいつは俺たちで勝つぜ。おっと、随分張り付けんね。手の上を捨てまい。ここは通さないよ。無事で何よりです。もとや俺よりは共に戦わせてください。この罠の流れはずっと敵を誘い出せよう。急ぎに一人で受けるのだ。これは戦術だってか、ただの勘だけど。孫権攻めるよりも先に退路を断った方がいい。なるほど、では我らは武器を強し強へ向かうとしよう。ならば私は南の拠点を落とします。陽動がいた方が動きやすいでしょうから。討ちしと独身して参る。運を祈る。アンネル殿と同等のがやられたぞ。敵を侮っていたか。我らも打って出る。
入る。この地は超分園が制圧した。陰の武用だけは認めよう。押して参る。今は引こう。だが次に会う時はこうはいかんぞ。敵将超分園が討ち取った。陰の武用この地は超分園が制圧した。今より参戦する。して忘れられていたわけではないぞ。それがしも加勢しよう。この崖、登るには梯子が必要だ。確か工作兵を付近に入ったはずだ。誰か助けてください。一人で現れると陰の武用。面白い。私が相手になってやる。ありがとうございました。崖へ梯子をかけますので。陰の武用、その勢い誰にも止められますまい。
いや、焦ることはあるまい。敵はまだ我らを追い詰めたわけではない。
が長領殿。でも一番乗りは譲りませんから。そして参る。短期で来た。それを無謀というのだ。この地は趙軍営が制圧した。この地は趙軍営が制圧した。敵はこの本陣近くに迫る。この戦これは我が部を見ろ。決まったぞ。それでも五軍は総大将が負傷して撤退、戦果としては上々ですね。李天殿、学信殿、お見事な戦ぶりだった。これが私たちが力を合わせた真の力なのですね。そうだ、だからこれからは俺たちを連れてけって話だ。言わせんな。はい、分かった。我らで力を合わせ、この合皮を守り抜かん。